今日は6月14日日曜日ですけど、今闘牛会のですね、花を取ってます。この間展示するとこだったんで、ざーっと流したんですけど、少しゆっくり撮りますからね。まあ、細かい説明はちょっと抜きにして、後で動画を見ながら私が文章で書こうと思うんです。これはフィリーですね。これは鶴竜ですね。鶴竜です。星空の源平ですね。菊池さんは去年もすごい源平飾りましたね。今聞こえている声は、開発した鶴竜を最初に作って登録した日渡さんの声ですね。これは社長さんのところの鶴竜です。白天竜ですね。この竜が空に舞い上がるようなこんな感じになってますけど、鶴竜ですね。純白ですね。またこの鉢がいいですね。鉢がいいですね。この高い職の上にこの白磁、染め付けの白と 深い藍色のストライプが実にすがすがしい感じの鉢に見えますね。去年星空の時色を飾った大竹さんのですね、こちらは初雪斑紋になりますね。会長さんがずっと初雪で織ってますんで、模様のところその下を白くきれいに抜きまして、外側に覆輪がありますね。他のいわゆる偽物初雪斑紋、これはこの白覆輪が上まで出ませんからね。亀山さんのとこだけは本物ですね。新品種のメダカができたんだってね。こちらはうちらのアイランドので、私のですけど、一点下の天の部分だけに星空が入る行星、それの小宝山頂ですね。ここは朱鼻の出てるところだけ墓が入って、兜部分が開けまして、ダブル兜ですけど、丹頂ですね。これは星空の時色ですね。これも星空の時色です。あっちはちょっと今下向いちゃってますけど、ちょっと色が出にくいんですけどね。これはもうちょっとピンクみがかった綺麗な色です。新しいタイプの色ですね。これはきら星系の星空です。これは女方のです。
舞鶴の星空です。あっちは八潮向け桃園系の、まあ私らピンク寺って言いますけど反門家ですね。これは星雲館。吉田さんの、まあ、緑神系になります。遠くから来たお客さんたちがこの花を見てびっくりしていって帰ったそうです。これは霧島バイオ地神さんです。六甲絞りを中心に今咲き分けを頑張っていますね。こちらは藤倉さんのです。こちらは赤羽さんのですね。石崎さん、石崎バイオ石崎さんのです。これも閣僚ですね。